皆さん、私は映画が大好きです。20年前にカルバードで花開いた、今後も各地へ広まるであろう総合芸術。魅惑的な銀幕の世界が、胸躍るドラマが、皆の心を掴んで離さず進化を遂げてきました。この砂漠のただ中にある町に、これだけの人を集めてしまうほどに。その意味で、2ヶ月前のメッセルダム映画祭の開催中止は残念でした。ですが、色合いは違うにしても、映画を愛する全ての人々の思いは同じ。それを確かに示すことが、こたびの映画祭の役目でもありましょう。シェリド・アスバールの名において、第1回サルバッド映画祭の開催を宣言します。正午にはレオンドール賞の授賞式とフォクシーパレードもあるので、ご期待あれ。堅苦しい挨拶はこれで終わりだ。誰も彼も心躍らせ、楽しもうじゃないか。